前から掴んできたと、はい、だから前に向かって技を出します。はい、はい、1、はい、この時鉄槌の方の足が前に出てなきゃダメだよ。はい、はい、もう一回、はい、もっとゆっくりやっていいわ。最初覚えるまで、はい、いくよ、はい、1、払って掴んで、で鉄槌、はい、もう一回やってみて。そこを受けちゃうとさ、そういう取り方しちゃうでしょ。うん、もうちょっと奥を取らないと。奥取るっていうか、奥を小手で、うん、小手で払うんだよ。それは取るんじゃないよ。で同時に、そうなんだけど、はい、来ました。ここ通しないとここ取れないでしょ。さっき何言ったかというと、こうやってやっちゃうでしょ。これ二度受けだから、こうやってこれ一度目、二度目、ね、これを早くパンパン、でもこの手は準備していくわけ。最初にこうやってやるんじゃなくて、二度受けパンパン取る、ね、でこれこういきたいわけね。そんな簡単にさ、きれいに取れないけど、まあ、一応練習としてこういく。だから最初この小手出した時にはさ、これここにあるんですよ。こうやってこれ前に行ってみる。こうやって後ろにこういってるよね。だから最終的にはこの手が前に行ってるけど、もう小手でこれ受けてで掴んで、でこう、またゆっくりやって、まずゆっくりでさ、足が出てないでしょ。うん、肩通り足を前に出さないとそれうまく取れないよ。うんふふん、ちょい違う。うん、ガンガン、そう、手刀回し受けの時に前に出る方の手ね、左が前だったら左足が前に出るでしょ。でそのさ、前に出す足で距離感をつかまないといかん。うん、でこれ結構密着するよ。ピンアンは全部接近戦だから、うん、ゆっくりでいいよ。まあ接近っていう意味ではそういう意味ね、うん、あとは位置取り。うんと、その時、あ、そう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 、相手の、まあ、むしろちょっと背面に行っちゃう感じ。うん、最後は掴んで、そう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 、後ろから。